はい、石森中央でやっております。ポチャある、ある、え、こっち一緒です。もうどっちでもいいんですよ。ある、はい、皆さん、なゆです。はい、なゆさんでございます。今までちょっとなゆさんといろんなちょっとあの食べ物の企画やってきたんですけど、はい、忘れてしまった一番梱包的なやつ。何を？日本の中華は、うん、中国人から見てどうっていう。あ、やってないんだよこれ。おー、そう、なゆさんも家中華屋ですからね、うん、だからちょっとね、はいはいはい、多分ちょっと相当ちょっと語れると思って、うん、企画入る前にちょっと大事なお願いがあります。お願いします。チャンネル登録お願いします。お願いします。アップ的お願いします。12万おめでとう。ありがとうございます。多分この動画放送するとき14万になる。いやいやいや、ちょっとハードル高い。めっちゃハードル上げられてるよ。14万おめでとう。14万いったら上げればいいんじゃない。いや、ちょ、もう多分来年になっちゃうかもしれない。そう、自信持ってよ、今、うん、ポーちゃん人気よ。いや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 、もう本当皆さんのおかげね。本当にあの、はい、この前、はい、鎌倉からわざわざ来てくれたポーちゃんのファンがいました。圧倒的ジェジェです。ポーちゃんにもよろしくねって。嬉しい。私と会って。そうなので、ちょっとね、まあちょっとね、もうちょっと上行きたいです。はい、そう、あのちょっとね、人が増えればもっとでかい企画とかもできるので、なのでちょっとあの圧倒的お願いします。お願いします。はい、じゃあまずちょっとね、まあ一番ノーマル餃子。そう、焼き餃子。焼き餃子、そうなんです。まずちょっと俺の地方で言うとね。あの焼き餃子はほぼ見ないんですよ、うん、まあ、どっちかというとあの揚げ餃子が蒸し餃子、揚げ餃子、そう、揚げも揚げ、そう、まあ、もう両方パリッとする。そう、日本はちょっとあの片面家で蒸すんじゃん、うちはもう両面ともちょっとあの油にあの焼いてたからどっちもパリパリなんだよ。あ、うちの地域にない。そう、蒸し餃子も蒸し餃子美味しい。そうそうそう、蒸し餃子、うん、でなゆさんの地域多分あの水餃子だよね。そうそうそう、餃子で言えば水餃子。うちはね、水餃子がねワンタンなんですよ。ワンタンリコール水餃子でポジションなんだよ、うちの地元は。だからあのそういうちょっとね、あのよく見る日本のあのその水餃子はね、うちの地方は食べたことないですよ。だから日本来て初めて水餃子食べたんですよ。でも大晦日の時、はい、新年の時何を食べるの？餃子じゃないの？餃子は入ってこないよ。大晦日の時はこのくらいでかい鴨があるんですよ。あー、すごい。そうそうそう、あといろんなあの惣菜とか、うちの地域では餃子、水餃子、水餃子を作って、でお金とか飴とかもう、な、あの、あんに詰めて、この食べるの。マジか。そう、このコイン5円とか1円とかコインを入れて食べた人が今年、うんうん、あの、運が、そう、運が良くなる、伝え運が良くなる。あー、聞いたことあるね、確かに、うん、5円は聞いたことあるよ、食べたらで5円が出てきたとか、そうそうそう、うん、俺がね、そう、中国なぜちょっと餃子とか肉まんにいろいろ混ぜたかる理由はこれですよ。そういう意味で、異物購入は正義だった。そうです、そう、縁起いいために異物いろいろ入れてるんだよ。縁起のいい異物ならいい。そう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 、で、そう、まあ、だからちょっと日本に来て初めて焼き餃子食べたんでね、うん、そうそうそう、うちも日本に来て初めて焼き餃子らしいですね、はい、日本の特有のものだ。中国の上海の地域とか焼き餃子はあるんだけど、こう冷えてる。あ、なるほど。で、それは日本の焼き餃子と似てる。あ、多分初めて餃子を日本に持ってきた人、はいはいはい、まあ、上海生まれかな。あ、次ご飯類いきましょうか。まずこれは多分ね、中国人みんなハってなるやつなんですよ、天津飯。天津人はこのご飯知らないんだよ。そうだよ、ね、あ、ないんだよ。天津で言うと、はい、包子、ゴブリ包子。なん包子は分かる、饅頭、あの豚肉の饅頭。おーおーおー、で、肉まんみたいな。そのブランドはゴブリっていう。おー、そうなんだ。その包子が一番有名。おー、じゃあ天津飯は聞いたことない。ああ、これそうだね、俺もちょっと由来がちょっと気になって、ちょっとね、しかもちょっとね、食ったことがなくて、うん、え、食ったことないの？そう、ちょっとケチャップソースとチリソースで混ぜたようなソースで卵にかけて下にご飯。え、ケチャップ使うの？そう。え、いやいやいや、それマジか。あんま見たことないね。いや、それが天津飯だよ。嘘でしょ。マジ？そうだよ。マジか。そう、天津飯。あれ、みんな知らないの？我々が知らないだけ。そうそう、いや、これはケチャップ入れてないでしょ。
あ、甘酢、あ、ケチャップじゃないや。あ、でもお父さんなんかケチャップ入れてる。后奖你看到没，我爸做的天津冬就是红色的，我问他放没放番茄酱，他说他放了，就是放番茄酱的这个才叫天津冬。嗯，对，我初めて知った天津はやっぱドラゴンボール。なんか由来わかる。ドラゴンボールの。3つ目の人食べ物じゃなくてね、気候法どっかで聞いたんだけど、はい、日本の方が中国に行った時に昔めっちゃ昔の話だけど天津に行った時にご飯まだ食べてないからで天津の夫婦が家にあるもの、はいはい、ああ作ってあげてそう作ってあげてでその日本人はこれを覚えて日本に持ってきたら天津飯ああなるほどこれの経由でもう一個あって、うん、中華丼中華丼中華丼もマジで何ってなるよないない中華丼いや日本でも日本の中華丼俺食べたことあるからあの日高屋のやつあそう最初食べてうまいなと思ってでもいろいろ入ってるでしょ五目そうそうそう五目のやつ、うん、のそうそうそういろいろ入って白菜とかうちはあれを海鮮丼で呼んでるんですよ海鮮あんかけしてるからあだから俺は日本でこれ食べてああなるほどね地元の海鮮丼しかもちょっとあの味付けも似てて日本人から聞いて海鮮丼はやっぱあの生魚が乗ってるやつでしょそうですねそうだから俺一回ちょっと専門学校の時友達に日高屋に海鮮丼あるから食べに行こうでっつって友達めっちゃ海鮮丼の気分で注文したら中華丼が出てきてぶち切れたよぶち切れられたそうお前のこともう二度と信じねえからな中国人っつっていやこれ海鮮丼やっつっていやこれ海鮮丼や違うよそれ中華丼やもうそれ中華丼やでなであの日高屋のやつもちょっとあのイカとかエビとか入ってるから、うん、だから海鮮丼やそうしかもあの上のあのあんかけのところはちょっとね中国うちの宴でたまに出てくる八宝菜っていうそうあれ味付け似てるんだよだから日高屋の中華丼めちゃくちゃ完成度高いんだよ、うん、まあ中華丼で呼んでいいかわかんないんだけど、うん、でも俺の中華丼と海鮮丼はこうやって呼ばれてるんだよねじゃあちょっと麺類はい、うん、麺類まあまずラーメンはねちょっとみんながねラーメンは中華から来たみたいなあの話を聞くけど、もう俺がすると、まあ、ラーメンはもう日本のものですよ。うん。あでもラーメンは違う種類。日本のラーメンは豚骨ラーメン。そうそうラーメンで言うと豚骨ラーメンや。あ中国のラーメンはやっぱり醤油ラーメンとか、あと牛の骨とかで、卵酒ラーメン。ああ。手で作った麺。ああだからなんだろうそう全然違うからねあの日本人が考えてるそうラーメン同じ発音だけど全然違う中国と日本のラーメンはちなみにうちの地元はもう卵酒ラーメンとかそういうの全部ないんですよねそうでも総称があってタンメンって言うんだよあタンメンはでもタンメンって言ったら日本のタンメンはあの野菜いっぱい乗ってるやつでしょ、うん、そうだねうち違うんですようちのタンメンは、まあ、まず下はね中華麺とかそういうのじゃなくてこうテオとか米で作った麺みたいなまああのベトナムのフォーみたいなそうとかあの薄いあの平らの麺、うんうん、そううちはあの麺皮で言うんだけど平らの麺とかで中にちょっとあの豚の血とか血の塊のやつとかあの腸とか豚肉とかそう野菜はそこまで多くないからだからうちのタンメンっつったらそれなんだよタンメンだけでこんだけ違うんですよ皆さん全然違うね全然違うスープが大事でしょ、うん、スープが大事うちの方はああいやうちはもうあのまあ店によってスープが大事なところとかもうスープなんか鍋で炒めてすぐ作ったあるんですよええー、そうそうそうスープでここでちょっとあの麺とか茹でるあのスープがあってそのスープを鍋に入れてであの全部それ唯一スープとか日本のラーメンみたいに煮込んでるスープのやつがあって、まあ、やっぱ牛肉の店だとね牛の骨で煮込んだスープがあって、うん、もうあのあれはもうラーメンみたいな感じですわ、ね、やっぱねちょっとあの有名になったら俺は日本で錦糸であの店を作りたいああいい夢です、ね、ずっと言ってるからそういいですよそれ牛肉火鍋の店店長ないよ俺オーナーもう全任せ
ね、もう全員任せ。あの牛肉有名な地域だからね。そう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 。牛肉火鍋。うん。まだもう一個の麺、ちょっとこれもまあこの間は食べたんですけど、はい、冷やし中華でございます。正直に言うと、はい、あの中国の凉面かな。そう、これは多分ナユさんの地域、うちはもうあの麺を冷たく食べるあのそういうやり方をしない。あの小さい頃にあの四川担々麺といえば冷やし中華と似てるような冷たい麺なの。おお、そうなんや。担々麺。あれ、担々麺は日本はやっぱね、あの赤いちょっと肉のそぼろが入ってるやつだよね。うん、それが冷たい。そう。それは日本の冷やし中華と似てる。おお。これはもうやっぱり日本来ないと分かんないものだからね。まあそうだね。そう、冷やし中華って何ってなって、ね、父さんからしたらそうだよね。冷やし中華って何って。そうそう、冷やし中華と中華丼がね、そう、ね、どういうことなんで、ま、あの料理にまとめられてるのかって思って。そうそうそう、まあでも食べたらちゃんとうまかった、ね、うん。エビチリはどうなの。あった。ああ、あるんだけど、うん、あるんですか。作り方は全然違う。へえ。日本のエビはまあ、皮ついてないのが多いんじゃん。あ、皮ついてない。中国だとや丸ごとのエビで辛くするんだよ。めちゃめちゃ辛く、ピリ辛。今のチリソースと 辛さは全然違う。へー、見た目こうなっちゃう。わお、こうなっちゃう。なんか日本でいうガーリックシュリンプみたいな。うん、そんな感じですよ。でもこれ多分ナユさんの地方のエビチリなんだけど、うちのやつまた違うんですよ。あ、違うんだ。チエツダシアでいうあの料理があって、もうケチャップとエビだけ。それの真逆で、もうケチャップしか入れてないから。あ、エビを一回揚げて、でケチャップと一緒に炒めて、めちゃくちゃ甘々な料理なのよ。あ、そう。で、日本はちゃんとこの2つを合わせたんだよ。まあまあまあ、確かに。そう、確かに。あ、そうだね。合わせたもんだ。そう、合わせたんやそれ。日本のエビチリ、すごい。そう、すごいね。なるほどな。そう、まろやかでもあり、ちょっと初めて作った人が天才。そう、あとはニラレバか。ニラレバね。ニラレバ意外とちょっとうちはでもほぼ一緒。ほぼ一緒。さすが。ほぼ一緒。ニラとレバー。そう、でも、あともやし。そう、もやし結構うちはあのおかんももやし多めに使ってるからね。そうそう、ニラとか。でも家庭料理だね。家で食べる料理。そうそうそう。レストランとかでは食べない。確かに。そう、確かに店行くと逆にないかもしれない。店行くとき逆に今見たエビチリとエビマヨはあるんだけど、ちょっと手間かかってるやつね。ああ、そうですね。ニラレバとかはないね。家庭で作れるから。そうそうそう。ああ、なるほど。そうで、あとはちょっと酢豚。酢豚うちはちょっとよくあのあるわ。でも俺は一番苦手なんだよな。ちょっと甘酸っぱい。あの酢豚、日本は甘酢と黒酢あるじゃん。はいはい。だから黒酢酢豚が好きな人が甘酢より多くない？多いですね。そうで、中国は黒酢酢豚はうちの地元はあんまない。全部甘酢になっちゃうんだけど、言い方も全然違う。料肉段っていう。料肉段。聞いたことない。聞いたことない。うちはね、ちょっとあのパイナップルと一緒に炒めたり。そうそうそう、それの。あ、それ。ルロドアだよ。それでグラウゾって言うんだよ。ああ、言い方が違う。でも物は同じ。あ、いいですね。これは、うんうん、うちの地元のルロドア。大差はないんですからね。パイナップル入ってるんですか。パイナップルが入ると。ポーちゃんのふるさとみたいにポーロー、ゴラオローって言う。ああ、そう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 。ポーパイナップル入ってないバージョンはリョーローダーって言うの。ああ、なるほどね。違う料理、名前は違う。なるほど、うん、はいはい。これがそうですよ、うん、本場の。そうそうそう、すげえ違うわ。もう日本と中国じゃなくて、日本と中国と中国だ。そう、北と南みたいな。ああ、そう、中国内でもね、結構違うわね。語ってみて、日本はやっぱね、土地を持ってちょっと合体させたいやつが多いかなって。そう、あとは創作料理がいっぱいある、うん、そうだね。そうそうそう、なるほどね。南と北はうまく混ぜた。そうそうそう、感じ。なるほど、こうやって中華が生まれるんやって、うん、そういうことね。ためになるわこれ。はい、ということでちょっとあの今日の動画はここまで。はい、ナユさんのチャンネルとあのインスタ、はい、あとうちのチャンネルも、圧倒的、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、圧倒的シュシュでした。